はようございます。榎本孝之です。今日のテーマはテレビを見ようという話をします。まあよく最近ね、あまりテレビ見ないとか、家にテレビないですっていう人の話を聞いたりすると思うんですけども、でも僕ら商売人はお客様が今どんな情報を取ってるのかっていうことを知ることってすごく重要ですよね。だからテレビでどんなことが放送されているのか、どんなものがブームになっているのか、流行っているのかっていうのをしっかりとチェックして商売の参考にする。これはすごく重要なことだと思います。今日の動画の解説も動画の下の説明欄に文章で詳しく書いてありますので、ぜひそちらも読んでみてください。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。